ちょっとねテンション上がってしまいまして、いろいろ忘れてきましたんで、忘れた検証はですね、後日経に行っていただきたいと思います。それでは経の検証スタートです。ゴーストの事務所におります。ゴーストチャンネル指令、今日は一緒に行けないので代わりに撮影よろしく。天の山展望台にて検証。展望台の上にてゴーストチューブを使い検証する。2バケタン2回以上すること。3頑張って30分は撮影を継続すること。しっかり検証して無事帰宅するように。ゴースト社長より。見えますか、これ撮影用のカメラと社長からの指令と撮影グッズ。なんと今日は一人で撮影に行くらしいです。ということで怖いですが社長からの指令やっていきたいと思います。ゴーストチャンネル、一人でやるってなかなか。見えるでしょうか。あ、ゴーストチャンネルのケイです。一人なのでグダグダです。指令をいただいて、天の山展望台動画を見ていただいた方はわかると思いますが、とても怖いところに来ております。では怖いのでサクッと撮影して帰りたいと思います。行ってきます。今から行きたいと思います。おー怖っ。見やすいようにマウントカメラで撮ります。よいしょ。ここが展望台休憩所。なんかガサガサ言うてますが、めっちゃ怖いねんけど、どうしよう。動画をね見ていただいた方は分かるかもしれませんが、前回すんごい雪が降ってて、うわめっちゃ寒気する。めっちゃ怖い、どうしよう。いや、なんかねめっちゃ視線を感じますね。いやマジで怖いって、どうしよう。おーめっちゃ寒気してますけど、早速ですがここで一回バケタンをしたいと思います。ちょっとカメラ回ります。よいしょ。わー眩しい。バケタン最低2回するようにと言われたので押します。あ、めっちゃ手震えてる。緑、一応安全な時の色。めっちゃガサガサしてる。ちょっと待って。よいしょ。めっちゃ足震えてる。とりあえずね、今からこの上を上がりたいと思います。よいしょ。いや、前回この上を、ああ、ちゃんと行ったんですけど。いや前回この上をあーちゃんと行ったんですけど、いやでも怖すぎて途中で帰ってしまったので。いやマジか。いや怖すぎるやろ。いやなかなかの怖さですよ。ちょっと怖いのでサクッと撮って帰りたいと思います。やばい、怖すぎるな、どうしよう。多分前回、多分僕の記憶が合っていればですけど、この辺で赤い影が通り過ぎたはずです。で多分さくらさんがこの辺から女の人が覗いてるって言ってたところです。
しか。ちょっとめちゃめちゃ怖くて足が震えてるので、カメラがガタガタやったらお許しください。いい、社長の指示が展望台の上にてゴーストチューブを使い検証、バケタンを2回以上すること、頑張って30分撮影を継続すること。なんで今からここでカメラを三脚か立てて撮影します。ゴーストチューブを使って検証したいと思います。電源入ってます。何しに来た、びっくりした、何しに来た。ゴーストチャンネルといって心霊系のチャンネルをしてるケイと申します。怖いやん、どうしよう。びっくりした。ケーブル、もしかしたら、ケーブルでこの辺で首を吊られた方がいらっしゃるんかな。めっちゃ怖いやん、どうしよう。とりあえず怖いんでサクッと検証終了して帰りたいと思います。2回目押します。先ほども緑だったので、一応安全な、怒っている方はいらっしゃらないという色だと思います。今何しに来た、ケーブルとおっしゃられた方、まだ近くにいらっしゃいますか。ちょっとね、今日すっごい暑いんですけど、僕は虫が嫌いなのでパーカーで防御しておりますので、ちょっと見てる方はね、暑いやろうと思うかもしれませんが、今喋られた方も暑いやろと思うかもしれませんけれども、ご了承ください。ちょっと急に静かになってしまいましたね。チェキを取るように言われてたので取りたいと思います。では社長の指示取ります。プリント、出てこないですよ。嫌がって取れませんので、すいません、諦めます。あっつ、全く喋らなくなりました。これなんか金属音がしたんですけど、気のせい。よいしょ、まだアイテムあります。ジバタン、これが近くにいれば霊がいるというアイテムです。ちょっと立って、ちょっと寒気する、ジバタン特に反応はありません。でもなんかそのゴーストチューブは全く反応しないですけど、やっぱりすごい見られてる。もしかしたら上じゃなくて下なのかもしれないので、下に移動したいと思います。2階に行って、そのまま1階に行きたいと思います。
え、めっちゃ怖いやん、どうした？え、めっちゃ怖いやん、どうしよう。多分ね、ここ前回その辺ですかね。僕があーちゃんと待ってる時に女性に取り憑かれかけたところなんですけど、多分上よりなんとなくですけど、やっぱり下の方がやばい気がする。しゃい、来た、降りてきましたよ。もう撮影して30分は経ったんじゃないでしょうか。前回ね、その辺で社長が足をつかまれてたとこですね。この辺で社長が足をつかまれていたはずで、さくらさんもあーちゃんも頬がめっちゃ気持ち悪いって言ってて、もうめっちゃ鳥肌したぞ。天の山展望で来た時の動画ご覧になった方がいればわかると思うんですけども、看板の方で社長が一人検証してる時、苦しいっていう声がめっちゃ僕にもはっきり聞こえて、なんでちょっとそっちの看板での方で検証して、そのまま車に戻ろうかなと思います。なのでここでの撮影はこれで終わりと。なんで、ご協力ありがとうございました。では看板の方に行きます。いやでも視聴者さんにね伝わってるかわかんないですけど、めちゃめちゃ暗いんですよ、ほんまに。めっちゃ怖いねんけど。なんか今後ろから足音がしたような気がしたんですけど、気のせいかな。めっちゃ怖い、めっちゃ怖い、めっちゃ怖いよー。ふー、怖すぎると頭がおかしくなりそうになりますね。あ、ここですね、オープニング撮ったところ。よいしょ。ちょっとこの辺で社長が検証してると苦しいっていう声が入ってたんで、ちょっとよいしょ。うわ、あぶし。ちょっとちゃんと映ってるか、頭が切れてたらすいません。一人なんで何も見えておりません。ゴーストチューブ持ってます。お近くにどなたかいらっしゃいますか？よければこのゴーストチューブというものを使ったら喋れますので。なんか刺さってまうこと今。すいません。一人で撮ってるとカメラがあれに荒れておりますが。この看板でチェキを取ってんで帰りたいと思います。よいしょ、よいしょ、よっ、撮ってます。よし、帰って事務所に戻って現像したいと思います。では皆さん一緒にいつものポーズお願いします。虫がすごい。では多分いるか分かりませんが、せーの、ゴーストチャンネル、ありがとうございました。夜遅くにありがとうございました。帰り道を怖すぎるんで、視聴者さんと一緒に帰りたいと思います。うわ、誰もついてきてないことを祈る。怖すぎて僕も早く帰りたいんで、動画が揺れますがご了承ください。もういいです。よいしょ。マジで怖いからの、どういうこと。もう怖い、もう怖い、マジで後ろが
見て。展望台の上に行ったらもうなんか怖いけど、逆になんか頭おかしになってきて、気のせいかな。めっちゃ怖い、めっちゃ怖い、めっちゃ怖いよー。なんか怖さが薄れるというか、いや怖いけどすぐ帰りたいけど、この帰り道、まあ今はもう道路が見えたんで、もう道路見えたんでちょっとホッとしてきましたけど、マジで無理、マジで怖い。なんか上では頑張って冷静に装ってたけど、ほんまに怖かった。お疲れ様でした。ありがとうございます。ご視聴いただきありがとうございます。動画はいかがだったでしょうか。楽しいと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よければグッドボタンやコメントもお待ちしております。では次回の動画でお会いしましょう。